要愛元は、中華民国の軍人。北京政府、国民政府、賛成派に属した。字は保守女。別号は、川比。農民の家庭に生まれる。1910年、保定陸軍軍官学校に入学した。1914年冬に、第一期不評科を卒業している。卒業後は直ちに賛成に戻り、遠釈山率いる進む軍に加入した。 1917年8月、第一混成旅、第一団団長に、1924年には、第六旅旅長に昇進している。その後も、兵局省率いる国民軍との戦いを経て、1926年、進む水軍第六市長に任命される。翌年春には、第二軍軍長となった。同年6月、延尺山が、 北方国民革命軍総司令に任じられた際にも、与愛源は引き続き、第二軍軍長を務めた。そして長作里に率いる法天派の軍と戦って、軍港を挙げている。1928年、国民政府軍事委員会委員、第三集団軍第三軍団総式に任じられ、石屋、省、北京、天津の攻略に貢献している。同年11月、この功績もあって、 チャハル省政府主席に任命された。1930年4月、円釈山らが、小解席打倒を目指して、中原大戦を起こすと、与愛元は、副式として四個軍を統率した。しかし、藩将軍は、敗北に終わる。これにより一時日本への亡命を強いられた円は、用途、女英省に、新水軍の工事を託し、用途、女はこれを縮小、再編する事務に当たった。 翌年1月、楊愛元は第34軍軍長に転じている。8月、遠尺山が三省省に復帰すると、楊は進水軍事整理委員会主任委員に任じられ、進水軍の再建、強化に取り組んでいる。9月、楊は山西清里忠志弁も兼任した。1935年からは将来のすべての公務員。 中学校教師、学生に軍事訓練を実施している。1937年の日中戦争、10月、第2戦区前的葬式、英立校の指揮下で雪口戦役に参戦し、板垣聖四郎率いる第5師団に大きな打撃を与えた。1939年、第2戦区副司令長官権第6、集団軍葬司令に昇格した。演尺さんは、 三世省に侵攻してくる日本軍との間で時にはし、時に戦いながら、自己の権力を保持した。要愛元も終始一貫して、縁の路線、命令に忠実であった。1945年5月、要は中国国民党第6期中央執行委員に選出されている。日中戦争勝利後の1946年、要愛元は、 大元水税交渉副主任に任じられ、円尺山に次ぐ、省内第二位の地位についた。その後も、要は、縁の副審として、堅固な忠誠を示したが、国境内戦における中国共産党を、相手の戦いでは、次第に劣勢に追い込まれていく。1949年3月、人民解放軍により、縁がこもる大元の陥落が目前となる。要愛元は、 女英賞と共に、中華民国総統代理理想人に働きかけ、園を南京に召喚させた。これにより、園は大元脱出の口実を得ることとなり、専用飛行機により南京へ向かうことができた。翌月、要は園に随住して台湾へ逃れている。台湾では、総統府顧問委員会顧問に任じられている。1952年10月、引退した。 1959年1月2日、台北にて病没。去年73、国境内戦期のよう愛言。ありがとうございます。